演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのタピオカパフェを飲みたいと思います。ミルクティーだけじゃないんですね。まあ、ソーダとかもあったら、それもそうでも、カフェ、カフェオレってなんか珍しいというか、初めて飲んだ、そんな感じなんですよね。どっかにはあるのかな。まあ、とりあえず、飲んでみますね。いただきます。マジか。盆栽以外のもちもちのアリですね。タピオケのタピオカももちっとした食感ちゃんとありましたし、カフェラテもちょっと甘めでまろやかでとっても飲みやすかったです。ただのコーヒーの感じだと、いや違う、ただのコーヒーにタピオカ入れても美味しいかもしれませんが、それでもさまた違うかもしれないので、タピオカを好きな方にはおすすめできますので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。